待ってる待ってるよ。もう待ってるってさ、こおはようございます、皆さん。おはようございます。はい、今日ね、リーグ戦なんですけど、まあ、隣、佐古おるんやけど、佐古の話してたらね、もうグラウンドついちゃったということで。すいません。まあ、人生いろいろあるということで。いや、まあ、いかにありで。とりあえず、そういういろんな気持ちも、サッカーには関係ないからね。そうやな。サッカーして、こう、気持ちを切り替えて。やっぱサッカー楽しんで。よりそういう時の方が楽しめるかもしれない。うん。今日もね、厳しい試合になると思うんですけど、楽しんで、やっていきましょう。今日も、はい、泰造カメラマンしてくれるんで、どうも。みんなさ、この試合の動画見てさ、まあ、リベンジャーズの子とかも、なんであんな画質いいんですかみたいな聞いてきて、今までは iPad で撮ってたりしてたからさ、見づらいんけど、泰造が撮ってくれてる一眼レフで、だからそれで一気に 見やすなってさ、試合がカメラに。いやいやいや、それを泰造ありきやから撮れんのかな。自動でカメラ動かんし、コンディションが良くない中でもできる限りのことをね、あの試合出るからにはみんなを代表して出るんやから、そうやな。やって、俺がまず1点取れるようにするわ。俺がじゃなくて、お前は無理やろ。うん。やばすぎるやろ。まあね、まあ何かあったら俺に何でも話して、あの全部適当に答えるから。だるっ。でも今日はな、ちゃんと答えた。だるっ。もうだってもうほぼ生き、俺だってちゃんともう考えてよ、今も考えてるし俺、考えてる考えてる俺も、うん、うわー嫌な友達2人持っちゃった。バイバーイ。じゃあサッカー楽しんでいきたいと思います。瞬発力が足りひんと思うのね。あ、瞬発力足りない、うん、まずお笑いの瞬発力から鍛えなかった。俺今からガリレオやるから。ガリレオやるから。であの電車でチラッて見える谷間か脇かどっちがいいかの式。どうでもええわ。やだよ。やだよ。それでいいよ。谷が。あやつ。あ、客は行こう。
もうぶったっちゃう。お疲れでした。お疲れした。ナイス勝利です。いやマジでよかったね。お前すげえやんけ。お前すごいすごい。俺もうサコがここまで切り替えてなんかこんだけのクオリティ出すとは思わんかったわ。前までは無理やったけどな。覚醒した。覚醒した。いや素晴らしい。やっぱりもうあと5節ぐらいもう終盤にかかってきててリーグ戦が結構硬い試合に何でもなるねんな。まあ、今回も。最後に1点決めれたけど 1-0 でずっと言ってたし結構まあもうガチガチの試合になっちゃったけど、まあ、こういう試合がね残り5節ぐらいかな増えていくとは思うけど気引き締めてねやっていきましょう。勝つっていいね。いいね。いやもう今日の勝ち点差はほんまにでかい。内容もだって悪くないもん。うん悪くないな。左高の働きがでかすぎたね。びっくりした。いやもうほんま3人分ぐらい足取ったやろ。俺1ヶ月ぶりでこんなできんねや。うんマジで前節とかもサコおらんかったし先々週もおらんかった。そうそうサコがおらんくてもう心臓がおらん状態でね僕たちよう生きてました。生きてますわ。頑張りました。生きてますわ。心臓ない状態でなんとか動かしてねやってたんですけどやっぱりまあ戻ってきたんで改造と俺おらんかったらこいつ成り立たんからな。トンボすぎてちょっとまだ終わってないし、まあ、一応残留にはちょっとは近づいたけどマジで全然確定しない。後ろともめっちゃ詰まってるし来週もあるかな。来週もあるな。来週もうしっかり勝ち切れるようにやっていきたいと思います。あ、俺な今日記念日やねん。そういやえ、なんのえ、リコとの花渡さな、リコに。しかもさ、リコ忘れてんねん、まずほんで、俺もなんで思い出したか忘れたけど昨日の夜中に思い出してでもよう思い出したな。そう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 俺らほんまそういうなんか年に1回やんか、そういう記念日とかってやけどそれも全然祝ったりあんまりせえへん、お互い、うん、やから忘れとっていいけど今日はね、ちょっと買ったのもあるんでプレゼントをなんか買おうかなと。美味しいご飯食べに行って日頃の感謝をね伝えれたらいいかなと思っております。おめでとう。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ということでじゃあ今日は終わりたいと思います。見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。バモバモ